ラグーアンラボロニエーゼは、刻んだ玉ねぎやセロリなどの香味野菜をオイルで炒め、じっくり焼いた肉とワインを素材として合わせた、イタリア料理、フランス料理のソースである。ボロネーゼと略される。フランス語読みでボロネーズとされることもある。発祥は、イタリアボローニャ地方。イタリア南部の簡単な調理法しかなかったパスタを、 肥満の町すなわち食の都である北部のボローニアの裕福層が隣接するフランスのラグーをもとに肉や野菜、ワインなどを贅沢に使用して作らせたのが起源と言われている。1982年にイタリア料理アカデミーのボローニア代表によって発行されたレシピは材料を牛肉、パンチェッタ、玉ねぎ、人参、セロリ、トマトペースト、肉のブイヨン、赤ワイン、 そして任意での牛乳及びクリームに制限している。ソフリットとして、プロシット、モルタゲッラ、またはポルチーニが加えられることもある。伝統的なものとは違った作り方として、牛肉とともに、豚肉、鶏肉、ガチョウのレバーを利用したり、オリーブ油とともにバターを使用するレシピも存在する。また、実際には、トマトペーストではなく、 トマトソースを使うレシピも広く知られている。イタリアでは伝統的にタリアテッテとあえて調理される。またはラザーニャ、カネロニとして調理される。近年ではビゴリやリガトーニなどのパスタと合わせることもある。イタリア国外ではスパゲッティとあえて食されることが一般的である。この食べ方はイタリア国内にも広がってきている。 しかしこのスパゲッティボロネーゼは、イタリア南部のように乾いたパスタではなく、鶏卵を原材料としたパスタが好まれてきた、エミリア料理の伝統には属さないものであり、本来的にボローニャ風とは言い難いものである。ありがとうございます。